バスターミナル。通称、ルーテンサンドネスは、ノルウェーのローガラン県にあるし、内市はそれを中心とする、基礎自治体。ヤーレン地域にあたる。サンネスとも表記される。1860年にホイランから分立するとともに、都市圏を手に入れた。1965年1月1日にホイランド、ホーレカク市の農村部とヘトラン市の一部を編入。 市生志向の当時あった古い農場にちなみ、命名された。はじめのサンドは砂もしくは砂浜、後ろのネスは岬を意味する。1972年4月21日に制定された現在の紋章には陶器が描かれている。製陶は18世紀後半の主要産業の一つであった。このモチーフは、ライルガウクというオカリナ内視簡単なフルートで、市内の鎌元が、 宣伝用に作成したものである。スタバンゲルの南1 5トルに位置する市内では、二つの都市がコナベーションを形成する。西で、ソーラと南でクレップ及びティメと東でギエスダール及びホシャンとそれぞれ接する。ガンズフィオルドが南北に走る。ソーラにスタバンゲル空港がある。アウストロットフィオがアンダールハナホーレルーラ、マルムハイムリシャサンドベスソーマ。 スタンゲランスビラントロネスの各地区に分かれる。地勢は平坦で砂浜が点在する。西海岸から内陸に行くにつれて標高400から500メートルの山が出現する。スタバンゲルからサンドネスまで車で1時間ほどかかる。市内のダルスヌテンやリフェールといった山々からはサンドネス、スタバンゲル一帯を一望できる。有名なリーセフィオルドへも車やボートで行ける。 多様な小売店が集うサンドネスには近隣の地域から買い物客が集まる。自転車製造のオイラン DBS が本社を置くことから自転車の街としても知られ、市は1996年にレンタサイクル事業を始めた。スタバンゲルトの境に活気に満ちた工業団地がある。そこでは北海の海底油田と IT 関連産業の影響で 活発な活動が展開されている。サンドネスとスタバンギルの間にも、クバドラ島をはじめショッピングモールやデパートが続々、開業している。住民の3割近くが、スタバンギルの事業所に雇用されている。かつては、郊外で粘土がよく取れたことから製陶業が発展し、ノルウェーの陶器の町として知られた。サッカークラブ、サンドネスウルフの本拠地である。 世界保健機関の健康都市ネットワークにノルウェーで唯一加盟している。サンドネスとスタバンゲルはイギリスのリバプールとともに2008年の欧州文化首都に選ばれた。高等教育機関としてフォルス高等学校とルンデハウゲン高等学校が2010年に合併したゲン高等学校がある。ありがとうございます。